また一日聞き手なしか。マッタフさんか。ああ、僕がマッタフだけど、君たちは僕の物語を聞きに来てくれたのかい？その今日は別のことを聞きに来たんだけど。はあ、やっぱりそうか。ごめんなさい。いや大丈夫さ、そろそろ慣れてきたから。それより売れない語り部に何を聞きたいんだい？シャハリヤールの物語は知ってるか？シャハリヤールの物語か。これはこれは久しぶりに他の人の口から聞いたよ。師匠はこの本は昔すごく流行っていたんだとよく言ってた。でもカフェで試しにいくらか話してみたら、その反響はアンタルの物語よりも良くなかったんだよね。お前の師匠？なあ、語り部の師匠さ。師匠曰くこのシャハリヤールの物語は師匠の大師匠の師匠が書いたものだったらしい。それにその方は教令院の学者で、彼の書いた物語は賢者たちも絶賛するほどのものだったという。当時彼は連続で4巻分を書き上げて、それぞれが前巻よりもさらに好評を博した。スメールに彼の本を読んでいない者は存在しなかったほどだった。それでその後何があったんじゃ？なぜ今シャハリヤールの物語を誰も知らぬのじゃ？さあね、流行ってものは誰も予測できないから。今日はみんなこんな話が好きだって言ってても、明日になれば今度は違う話が好きになってる。そのうち大師匠の大師匠は衝動的になっちゃってね、完結時期をあえて先延ばしにして物語を引き延ばそうとした。時代の流れに追いつくために新しい設定をいくつも追加していった。でもその結果、5巻以降はかえって評価が下がり始めてしまったんだ。そんなはずが。それじゃあシャハリヤールの物語の結末は？結末？そんなものなかったよ。その後流行りに乗って数巻続けたけど、新巻が出た瞬間いつも風向きが変わってしまうんだ。それで憤りを抑えきれなくなった彼は書くのをやめてしまって、自分の研究に没頭したそうだ。ありえぬ。結末は存在しないじゃと？読者は何の意見も出なかったのか？その頃のシャハリヤールの物語には読者なんてもうほとんどいなかったんじゃないかな。そもそも師匠から聞いた話ってどこまで話を盛られてるのかよくわからないんだよね。だってこの世にそれほど人気のある本なんか存在しないだろ。今彼の遺産として実在しているのはアンタルの物語の原型になった交渉くらいしかない。執筆をやめた後は歴史の研究に専念して多くの論文を残したんだ。僕の師匠がアンタルの物語について語るときは、そこに書かれていた内容を引用することもあるよ。師匠は僕よりずっと話術に長けていて、同じアンタルの話でも師匠が語れば多くの聴衆を魅了できるんだ。でもそんな師匠でも一貫性も結末もないシャハリヤールの物語を語ることはしないだろうな。代わりに最後まで残ったのはアンタルの物語じゃったということか。まあ物語がいいものかどうかなんて賢者ですら語れない。結局何が人気になって古典になるか、答えを出してくれるのは時間だけだからね。時間だけが評価できるということか。ファルザン先輩、100年間、もしかしたらわしの認めておったものはそれほど正しいものじゃなかったということか。そうだよ。私も最初は師匠が有名な本をたくさん探してくれたんだけど、結局その本たちは全然読めないことに気づいて、どんなにいい本でも読めないことには読み書きの勉強にならないだろう。だから私にとっては自分に合った本が一番いいんだ。
うむ。そうじゃな。読者の思考も時代の流れももともと簡単に予測できるもんではない。100年前の人気と100年後の冷遇、歴史にとって100年なんてあっという間じゃ。もしシャハリヤールの物語が潮流に揺らがされることなく完結まで己の作風を貫いていれば、この100年の間に再び人気が出る可能性だってあるやもしれんかった。いや、たとえ人気が出なかったとしても、少なくとも己に走ることはなかったじゃろう。あれ、私たち何か重い話をしてたっけ。何を言ってるのかはよくわからないが、道理にはかなってる気がするね。僕もアンタルの物語を根気よく語り続けないといけないみたいだ。まったく、危うくたかだか一冊の本に影響されるところじゃったの。教材の話に戻ろう。どうやらシャハリヤールの物語は無理そうじゃな。いやいや、それだって古すぎるじゃろうが。これい、さっきの本売り場で好きな本を見かけたんじゃろ。え、ああ、はい。でもそこまでは。自分の好きな本を教材にせい。よくよく考えれば読み書きを身につけることが目的なんじゃから、お前が興味を持てる本が当然一番ふさわしい。教練員の本はまあ説明できそうな授業名をつければなんとかなるじゃろ。ほう、お前は教練員を相手にするのが得意のようじゃの。採用じゃ。では後ほど本売り場に戻ってコレイに、なんじゃったか、あ、そうじゃ、鬼ぶどうの最新刊を買ってやろう。はい、教材にするならばまずは自分で読んでみないとな。え、あ、うん。そういえば前に見た輝きの彼岸と万教化系以外に、裏表紙にある読者メッセージにも見慣れぬ単語が並んでおるの。何何、自分の黒歴史を思い出してしまうけどやっぱり物語に引き込まれる。それから、作者は私が木の裏にしか言えない言葉を全部書いてくれと。黒歴史という言葉はなぜ耐えられない思い出や恥ずかしい思い出を指すんじゃろうな。この100年の間で生まれた新しい言葉なのか。もしこの100年間にわたる語句の変遷に関する研究というのも授業の目的に書けば、書類の申請が通りやすくなるかもな。なあ、その言葉なら聞いたことがあるよ。一部の人は思春期に不幸を背負って生まれたとか、世界と戦わないとみたいな考えを持つようになるらしい。でも大人になるにつれてそういう思い出が恥ずかしくなってくる。そうするとそのことを小説や木の裏に託す人がいたり。マトフさん、突然アンタルの物語を聞きたくなっちゃった。え、急にどうしたんじゃ。どんなに古い物語でも必ずそれが好きで聞いてくれる人がいるって言っただろう。さあ始めるぞ。古代の英雄アンタルといえば、